えこんにちは、黒田和です今日もご視聴ありがとうございます、えー。今日はですね、質問をいただきまして、なぜジャズの人は難しい曲を演奏するのっていう話です。これは、あの、この間、米沢美空ちゃんのバンドで、えー、この話をしたらみんなで大爆笑になりました。なんでだろうねっていう話ですが、えー、僕なりにちょっとまとめてみました。なぜ難しい曲を、えー、他人ができない曲を演奏してオンリーワンでありたい と、すごくこれはあると思いますで。辛いものと同じでどんどん強い刺激が欲しくなる。これもあると思うんですよね。結構あるあるだと思います。で単純なカーブばかりよりも、こう、やっぱりこうヘアピンカーブみたいなね、見せ場がたくさんあって、まあかっこいいということでですね。まあ、この辺の話をしていきたいと思います。それでは始めていきます。まずはですね、他人ができない曲を演奏してオンリーワンでありたいというところですね。これはあのー、 難しいなアイディアの曲はですね、他の人があんまりやってないし、難しいほど真似されにくいですよね。だからまあ、あの、こういうのがあるっていうことと、まあこれ結構クラシックのピアノをやって,やってた、えー、まあ女性ピアニストとか、そういった方によくあるのは、まあクラシックみたいに、まあ この難しいのをこう聞くのは得意なんで、書いた譜面で自分のオリジナルで、かなり難しい曲でこう取り抜けるのが難しい。で、アドリブはちょっと苦手だからアドリブはちょっと短くなっててっていう風にするとですね、まあワールド感を作りやすいので、まあこういった形に比較的になりやすいんじゃないかな。で、ジャズのこうサウンドのハーモニーなんかを使うと、すごくその、まあオリジナリティは作りやすいということで,ですね。え、結構難しい曲多いんですよね。ああいうこう、え、女性ピアニストの、えー、 まあなんかあんまスタンダードというよりかは、ものすごくこう、自分のオリジナルを編曲した曲とかがすごく多くて、ものすごく変拍子が多かったりとかして、これ初見でやるんすかみたいなのがすごく多くて、たまに頼まれるんですけど、まあそういう時はもう結構必死こいて譜面を読みますね、え。ー マイルスの時代はですね、わざと他人が、まあ素人が真似できないように、こうセッションで入ってきても、ものすごい早いテンポでやったりとか、あの、オープリーバーブとか、まああの、パーカーがこうひっくり返しちゃうな振り方やって、どこやってるかわかんなくなるみたいな。例えばまあ、オレオとかね、ああいったのもそうだと思うんだけど、あれを早いテンポでやられると、もうどこが表かどこが裏かわかんなくなって、もう見失っちゃうんじゃないですか。だからそういうこう、 俺とお前はやっぱりこう、レベルが全く違うんだよって、こう見せしめるためにやってたっていうふうに、まあ、自伝でも書いてありますから、まあそういう時代だったんだと思います。だからあの、ウォーキンとかね、パッパラーバッパッパラーバッパッパラーバーってやると、もうあれが全然、パッパラーバッパッパラーバが表に聞こえる。本当はワン、ツー、スリー、パッパーバーバッパーなんだけど、その、それを早くやって、しかも裏打ちにすることによって、ひっくり返って聞こえて入れないようにしてるみたいなね。メロディー吹けないみたいな。 けねえだろお前みたいなもうお前はこうこのステージに上がるなみたいなことがやっぱりよくあったみたいなんですねあとは辛いものと同じでどんどん強い刺激が欲しくなるってこれは結構あのちょっとできるようになってくるとよりより難しいものをやっぱ求めるんですねでゲってこう譜面で思った曲ほど、まあ、頭に残るしゲって思った曲ほどこう結構湧き立つんですよねだからリハーサルでうわ難しい何これみたいな で、そういう難しい曲は、結構リハーサルに時間を割いてくれるので、で、そこで、あ、ここでスイッチするのね、とここ、ここで頭を切り替えなきゃいけないのね、みたいな。ものすごい集中して演奏できるんで、まあ、だんだんこう面白くなってくる。特にね、変拍子はですね、独特の浮遊感があるんですよ。パンパン、ドンドン、パンパン、ドンドン、ダン、タン、ドン、ドン、ダン、ドン。だから、 こう、それを変な割り方をすると、すごいみんなでバラーってするんだけど、すごくしっくり感もあって、だからすやっぱ、できるようになると楽しいんですよ。だからやっぱりこう、どん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 やっぱ変描して増えがちになりますね。で、単純なカーブまでかるより見せ場が多くてかっこいいということなんですね。複雑な曲はそれだけバンドがやっぱり、うまくできただけでサウンドするし、最初のあの、えー、っと、その、ね、女性ピアニストとかが多いっていう話なんですけど、こう、アドリブが、 苦手だけど、曲をガーって作り込んでおくと、それがやるだけでもバンドはもちろんもう全部キメもあるから、サウンド感とかワールド感が出やすいから、まあでもかっこいいということですね。で、最近のこう、もう要はニューヨークとかの傾向は、ものすごく複雑な曲で、 昔はよくあったんです。昔の曲は難しいんだけど、ソロに入ったらブルースみたいなのはよくあったんですけど、最近はそのものすごく難しいフォームをそのままアドリブをやっていくみたいな、覚えるのめっちゃ大変みたいな、そういう曲があって、そういう曲をこうみんなでやってると、なんかこう、俺は振り落とされねえぞ、みたいな感じでみんなでやるっていうのが結構楽しかったです。で、それは、これはこういうのを好む人と、すごく嫌がる人がいるので、まあ、結構バンドをこうメンバーを選んだりしますね。 で、これは前にもなんか何度も話してるかもしれないですけど、昔はあの、バークリー音楽大学が選抜でこうね、中高生のためのなんかこう握手を引かれそこを開いて、そこでトップだった子をですね、ほんと中学生とかなんでね、楽屋に行くとアイスクリーム食べてたりとかして可愛らしい男の子たちなんですけど、演奏するとめちゃくちゃ変病子を超もうなんかこうテクニカルにこう、もう通り抜けていくわけですよ。トランペットの子もサックスの子も。うわ、すごいなと思ってたんだけど、 えー、まあ、その後に、こうじゃハービーが、じゃあ、一緒になんかやろうって言って、カウンターロファイランドを引き出したんですけど、そうすると、もう全員何もできないみたいな。要は逆に、こう、平坦な道だと何やっていいかわかんなくなるみたいな。だから、そこが結構難しいんじゃないかな,みたいな。だから、こう、ただまっすぐな道だけで、こう行くよりも、こう、カーブがいっぱいあったりとかすると、ま取、あ、通り抜けるだけで、まあ、うまいなって感じはすると思うんですけど、 こういう、こう、平坦なところでも、こう、自分らしさを出せるっていうのは難しい。これ昔、あの、志村けんさんがね、えー、あの、言ってた言葉なんですけど、お笑いは一番ベタが、一番ウケるんだ。でも、ベタでウケを取るのはものすごく方法がいるんだっていうふうに言ってて、まさにジャズもそうだと思います。だから、キース・ジャレットのトリオとかはもう、みんな全員一旦突き抜けてるでしょ。キースなんかもものすごくフリーとかやってるアルバムが、なんかこう、あるんですよ。あの、なんていうのかな。 あのボックス版になってて、ねえー、7枚組とかでやっててもう全曲フリーみたいな曲やったりとかしてるんですけどだからもう全部インテンプじゃなくて全部ルバートだったりとかする曲とかそういう,こうものすごいフリーな曲をいっぱいやっててましてやマイルスも「ビッチエズ・ブリュー」とかでもやってるわけだからものすごくこう難しいところから始まっててもう一回突き抜けてでスタンダードに戻ってきてるからだからもう平坦な曲がものすごい複雑にアプローチで演奏できるみたいなね。 だからあの、ブラッドメルドーさんが日本に来た時に、一回お話しした時にね、なんでそんな変拍子の曲が多いんで、変拍子の曲すごいたくさんされますよねって話をしたら、まあ要は、まああれはあれ、ま僕は好きでやってるんだけど、基本は4拍子の、まあ要は可能性っていうか、4拍子が、もう普通の通常拍子が普通にこう、もっともっと膨らむようにするために、まあやる手段の一つ。 っていう話をしてて、最終的には4拍子で自由に何でもできればいいんだけど、まあ今はこうそういうところにチャレンジしてるんだよっていう話をしてて、それがやるのが僕は目的ではないとは思っているっていうふうに言ってて、ああ素晴らしいなというふうに思いました。 まあ、難点はですね、お客さんはかなり早い段階でついてこれてないので気づかないってことですね。これは僕はあの、結構お客さんウォッチング好きなんで、お客さんが、あ、もうついてこれてないなっていうの、すごく早い段階でわかるんですねで。僕なんか文化講座とかでお客さん教えてるでしょ。そうするとね、もう繰り返しでやってるってことが、まあどうにも理解できない人も多いし、なんでそうなってるのかもわかんないし、ってなってくると、もうあの、こう、なんていうんですかね。<laughs> まあ前にあったんですけど、こう、要は、 なんかブルースばっかりやってて、なんかこう、こう全然こう、なんていうのかな、素人の人が集まってセッションしててね。で、すごいこう、まあ、あるうまいサックスの人が来たときに、おじゃああのー、ステーブルメイツやろう。ステーブルメイツってすごいこう、キーがどんどん変わってきて、なかなかこう、難曲って言われてるんですけど、それを早いテンポでやって、俺は一番うまいのを見せしめるって言ったんですけど、もうわかんないから。もうあの、別に普通の4拍子だし、 キーがどんどん変わってくるのはもうサックスやってないとうまいかどうかもわかんないけど、お客さんポカーンって見れて,て、ブルースやってる方がまだわかりやすいじゃないですか。だからそこら辺でね、あこう、こう、ギャップがあるなっていうふうに思ったことがあるんですけど。まあ、お客さんが理解するのは、ミュージシャンが思ってるずっと山のふもとということでですね。えっ、ー、と、これですね。 この山があったとして、でこの背比べしてるんですよね。雲で隠れちゃってるわけですね。でもう、俺の方がちょっと高いんだよ、みたいな。でも、雲で隠れて見ない。まあ、こんなレベルじゃないですからね。実はですね、お客さんが見えてるのもこれぐらいなんですよ。<laughs> これぐらいなんです。だからもう、両方上手いんですよ。だからもう、あの、難しい曲になると、もうどっちが上手いとかもさっぱりわかんないんですね。で、もう、下手すると、もう、雲はこの辺まで来てます。 楽器やってるんですね。素敵ですね。生音素敵ですね。みたいな、そういう段階ですからね。まあだかこう、難しいところだと思うんですね。だからお客さんがこう、感動してるところともっと別のところだったりでするこれまあ、しょうもない笑い話ですけど、まあ、ある名古屋のあの、ジャズベーシストと、まあ、ね、演奏やってた、そのベーシストのところにお客さんが終わってから来たんですよ。で、もう本当に生のベースを聴いて本当に感動したと。え、本当にこう、ジャズって素敵だなと思いましたと。 散々褒めるんですよ。めちゃくちゃ褒めて。で、もベースに対しても、開眼したとか、もうすごいこう、もうめちゃくちゃくちゃ褒めてて、いやいやいや、って、ちょっとこう、いい感じだったんですけど、一番最後の質問がですね、えー、ベースに上手い下手ってあるんですかって聞いてですね、僕はちょっと大笑いしたんですけど、そ今までの褒めたのは何だったのみたいな、えー、えー、えー、みたいな感じ。 えー、まあ、本人、本人がですね、すごいもう目を白黒させて、えー、みたいな顔してたから、僕はまぁ横で腹がよじれるほど笑ってましたけど、えー、まあ、お客さんってそんなもんですから、もうその、もうウッドベースっていうところで感動してて、上手い下手とかじゃなくて、そういうこう、もうウッドベースの音に感動したんだっていうか、もう多分言ってたんだと思うんですけど、本人は全然悪気ないんですよ。だから上手い下手とかそういうことじゃなくて、 あんなに感動したって言ったら、うまい下手あるんですかっていうのもずっこけですけど、でもそれぐらいなんですよ。だから、なんかその難しい曲やるんですかってこう質問が来ること自体がやっぱもうこれだと思うんですね。だからもうさっぱりこう見えてないというかね、こう、なんていうの、こう違いすらも分かっていないところが。やっぱりだからこう、ミュージシャンは上の方にいるから、どっちが高いとか見えるんですけど、もうこのお客さんこんな感じですからね。なので、 えー、まあ、これは僕もついついこう、やっぱ難しい曲好きだからね、やるんだけど。だから僕は結構だけど、自分のライブでやるときは譜面出したり、解説したりしてやりますね。要は、この、どこを繰り返してるか、どこにこうトリッキーなものがある。ここだけ7拍子になってるのかね。ここだけ4拍子になってて、ここから7拍子になってる。すごい、そこをそこを取り抜けて遊んでるんだよっていうのが、それはお客さんには全く分かってないんですけど、それをわかるように何か工夫をすると、お客さんってすごい楽しんでくれるんですね。だから、 結局、解説したりとか伝わる努力をすれば、絶対に難しい曲って、なんでやるかって楽しいからやるんで、それは伝わると思うんですけど、伝える努力をしてないんで、結局、こうなってしまう。こういう濃いう質問が来てしまうみたいなところが、やっぱあるんじゃないかな。って僕は思います。だからその難しい曲をいかに、俺が一番うまく通り抜けるんだってことをやってるんだというふうに、こう、ミュージシャンのね、こう、要は盲目なミュージシャンのね、プライドなんで、 そこら辺のところをちょっとご理解いただけるといいんじゃないかなと思いますね。な、というわけでですね。こう、まあ、よくあるんですよね。なんかこう、ちっちゃい時に男の子が女の構えでね、プロレスごっこして俺の方が強いんだ、みたいなことやってるんだけど、女の子はその野蛮なのを嫌いだから、この子たち何やってんのみたいな感じで見てるんだけど、男の子の心の中では、 俺の方が強いって思って、あいつはきっと俺のことを見てるんだろうなと。で女の子の前はサめザめしてて、何この暴力的なバカな子たち何やってんのみたいなね。さめざめと見てるっていう、この、この、このギャップですね。温度差きつーっていうやつですね。これがですね、お客さんとミュージシャンの間によく起こるっていうことですね。温度差きつーみたいなやつがあるんですね。そこを埋めるために僕はこれ解説をしたりとかですね、えー、何やってるのとか何考えてるので譜面が出てくるっていうのはですね、この譜面をけて、こ、この難しい曲は適当にやってんじゃなくて、 こう通り抜けてるんですよこんなに難しいことをこう僕たちは一生懸命やってるんですよっていうのを伝えるためにこのチャンネルがあるわけですから是非そういうので、えー、見て楽しいなと思うようになっていただきたいなだからこう僕らがこう目線を下げるんじゃなくてお客さんの目線が上がったら最高だなっていうそういうチャンネルなんですねということでございましたというわけで本日は以上になります今日も最後ままでごご視聴ありがとうざいした今日も最後までご視聴ありがとうございました 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和之チャンネルでした